シャドウバース。こんちは、今回は今現在世界ランキング1位の方が使っている世界最強と言われたね、AF ネメシスの構築をご紹介していきたいなと思います。で、このデッキを作った方の実績が超えぐいことになってびっくりしたんですけども、過去5年間シャドーバースにおいてローテーションランキング1位を取った回数が57回、そしてアンリミテッド1位を取った回数が38回と、まあ、歴代最高のギネス記録のね保持者である方がこの構築をね考案した、デッキになるんですけども、正直今のローテーションの中で一番強くて、例えば守護ビショップの構築には 98% の勝率を叩き出しているし、ラストワードネクロに対しても、99% の勝率を叩き出していると。で、まあ、ネメシスをね制するものは新環境を制すると言われてるぐらい、まあ、今のこのネメシスの構築めちゃくちゃ強いよね。まあ、特に進化ネクロマンサーの衰退によって、まあ、比較的こう守護ビショップがすごい多くはびこる中で、盤面を意識するようなデッキっていうのがすごい多いんよ。なので、まあ、守護ビショップであればこう守護いっぱい並べてバーンダメージで勝っていくみたいな。だからそういった構築にはこのカラミティモードを採用することによって、まあ、体力の上限値を上げながら耐久するだけでね勝ってしまうっていうね、めちゃくちゃこのデッキ刺さってくるんよ。で、今回の構築は、まあ、AF ネメシスっていうのが土俵になってくるんですけども、まあ、AF ネメシスとカラミティモードの、まあ、シナジーのいいところは、まあ、二つあると思っていて、一つが、このギガスファクトリーとかを展開することによって、まあ、無限にドローできるんよね。つまり、その、カラミティモードが序盤にね、結構そのカラミティモードで4ターン目以内に引いて、まあ、5ターン目にそのジャスティスターナード出すっていうのは結構強いムーブになってくるんですけど、そのカラミティモードが引けないっていう結構意見が結構多いよね。な、そういう時に、やっぱギガスファクトリーとかを展開することによって、まあ、ドローしまくってね、コスト5以上のカードが揃ってからでもカラミティモード打てば全然間に合うので、まあ、カラミティモードを後引きしても使えるような動きをできるっていうのが、まあ、この AF ネメシスの強いところ1点で、まあ、特にこのスピネもそうなんやけど、まあ、このカードもアーティファクトのね、カードなんやけども、まあ、1枚のカードで3枚ね、コスト5以上稼げる。で、スピネは機械ネメシスとかによく採用されていたんやけども、やっぱ AF との相性がすごい良くて、まあ、6種類以上達成してる全部出せるし、まあ、アーティファクトはパラダイムシフトのコストを下げる。で、これ2つ目なんやけども、2つ目はこのアームメカニックなどからま、取れる、このパラダイムシフトっていうカードやると。で、これがコスト5以上のカードになるので、ゼロコストで、カラミティモードのこのコスト5以上のフォロワーっていうね、カードを貯めることができるんよ。で、これが、この二つの要素が、このね、カラミティモードをね、この AF ネメシスに入れるにあたって、めちゃくちゃ強い動きになってくるんよ。で、正直、AF ネメシスは、まあ、連動がすごい必要になってくる構築で、プレイングがすごい難しいと言われる構築なんですけども、まあ、このデッキをマスターした暁にはですね、まあ、世界ランキング1位のね、強さをしっかりね、握ることができるし、まあ、今の環境でね、しっかりこう、勝ちたいとか、まあ、ランキングに乗りたいっていう方はですね、この構築をね、使わざるを得ないっていうかね、この構築を使う以外の答えがないんですよね。で、さらに強いところを言うと、まあ、前期もね、AF ネメシスにカラミティモードの構築めちゃくちゃ強いということで、まあ、話題になったんですけども、まあ、今回音速の突破っていうカードが、まあ、アーティファクトフォロワーってね、突進持つということで、このジャスティスタイラントっていうね、カードが、ワールドエリミネーターは、まあ、突進持ってるんですけど、まあ、ジャスティスがね、その、突進持ってないんよ。つまり、このジャスティスタイラントに突進を当てて、2回突進で殴るみたいなことができるんよね。まあ、これは別に終盤においても使えるし、まあ、このジャスティスを突進させたりするっていうのがめちゃくちゃ、ま、結構使い勝手良くて、まあ、進化圏を温存しながらっていう動きができるよね。これ結構、ま、今季めちゃくちゃ強くなった。まあ、特にこのララミアに進化圏使って、ま、ね、疾走を持たして殴っていく。これも強いんですけども、まあ、使い勝手がいろんな方向性に特化してるということで非常に強いよね。まあ、非常にこのカラミティモードをね、うまく活かすっていう意味でも、音速の突破非常に相性がいいと。で、あともう一つ追加されたカードとして、まあ、ゴブリンの奇襲やね、このカードを採用してるだけで、まあ、AF ネメシスは、まあ、手札の圧迫事故というものが減らせるし、まあ、序盤しっかり面を取りながら、安定してね、ジャスティスタイラントの起動であったり、まあ、カラミティモードを打つ暇であったり、そういうのをしっかり手助けしてくれるということで、まあ、いかにそのカラミティモードを打たしてくれるのか、そしてカラミティモードがジャスティスタラを起動させた時に、相手がね、面をしっかり全部処理できるのかって重要な時に全てを含めた上でも、まあ、このアーティファクトの構築めちゃくちゃ強いんですよね。
まあ特に今の環境であれば、まあそのラストアドネクロであれば破天のなんか流行やったっけ、まあ3コストでアミュレットカード1枚破壊できるっていう優秀なゴールドのニュートラルカードが追加されたんですけども、まあ正直ギガスファクトリーが破壊されてもまあスピネとかね、それからまあアームメカニックなどのコスト5以上のカードを展開して、まあギガスファクトリーが処理されるんだったらカラミティモードからまあジャスティスタイラント、シャングリラブレイカーの勝ち筋につなげていけばいいよ。だからまあギガスファクトリーがあるうちは別にまあカラミティモードに特化しなくてもいいんやけども、もしギガスファクトリーが処理されたらカラミティモードに、戦法を変えると、だからその2パターンの戦法で変えていけばいいと思うね、まあ、F 軸で押していくのかカラミティモードで押していくのか、そういうのを臨機応変にまあその場その場で対応していく、そういうのをまあ試合の中でね、あこの構築出たらこのこっちの軸で行こうとか、そういうことをまあ意識しながらやっていく必要性はあるかなと思うんですけども、まあまあ さっきも、ね、言った通りこのデッキをマスターしたマスターすると、今の環境においては全てね、クリア、もうすべての次元において最強クラスを手に入れることができると思うんで、もしこのね、デッキが気になった方はですね、ぜひ動画の方を見ていただいて、まあ、回し方をね、見てもらえたらね、どんな風に強いのか見てもらえたら嬉しいなと思います。まあ、特にこのジャスティスタイラント、それから、10枚以上破壊されることでシャングリラブレイカー、これ最速で出せます。歴代最高かな、歴代最高速度でまあ食べることもできて、もうすぐ出ます、すぐにシャングリラベリカ出せるんで、もし気になる方はですねこのデッキね、使ってみるとねいいかなと思います。それではね、早速対戦の方を、やっていきたいなと思います。勝ちました。さあマッチングしました。さあネクロマンサーかな、進化ネクロがねつい最近まあ修正を食らったことによってまあ今日環境からいなくなってしまったんですけど、まあ、勝ちました。今回はですね、今一番強いとね、歌われている AF ネメシスの最終形態、こちらをね、ご紹介していきたいなと思うんですけども、今流行っているビショップ、それからまあ、ネクロマンサー、まあロイヤルも最近流行ってるんですけど、今この環境の中にね、いっぱいまあ、いろんなクラスがいるんですけども、全クラスに有利なんですよ。で、まあ、音速の突破とか、ゴブリンの奇襲とか、この辺の優秀なカードが追加されたことによって、今ま、AF ネメシスが強いよっていうのは、結構話題になってると思うんですけども、このカラミティモードと一緒にね、使うっていうのが、まあ、今期のこの構築、一番の恐ろしいところで、まあ、やっぱりそのコスト5以上のカードをね、やっぱりそのパラダイムシフトっていうカードがゼロコストになってくれるので、まあ、そこの利点をしっかりと、合わせてくれる方がすごい強いところなのね。さあ、まずは、この、どれだけパラダイムシフトを加えることができるか、これがすごい重要なのね。2枚ぐらいなんかこいつで加えられそうよね。さあ、トレーサーテファクトを展開しながら、カラビティモード行こうか。さらに4点のダメージを与えていく。ただまあ、ネクロの構築に関しては、まあこの、なんやろ、オミナスタイラントがね、割れた時に、やっぱ効果は強くなってくるので、ここからね、序盤アミュレットカードいっぱい置いてるので、ここから、一気に怒涛のごとくフォロワーカードが展開されてくると。だが、スパイデバイスのこのパラダメージを加えさせてくれないから、どちらかというと多分この地獄の解放者に進化を使いたいとかもあると思うんですけど、さあスペルを使ったということは1枚加えさせてもらおうか。さあドローしていこうか。いいね、もうどんどんドローしていくからね。小賢しいなお前。わーでもさすがネクラやな、今のネクラやね。まあしっかり全処理までつなげていくことができるのはまあさすがといったところやね。しかも次のターンにこのセレストマグナがね展開されるのもなかなか強いところではあるよね。おっとゴブリンの奇襲でかいね。ゴブリンの奇襲本当に今回強いなと思っていて、めちゃくちゃ強いからね。まあ、とりあえずは、ジャスティスタイナーでいこうか。まあ、ジャスティスから全てが始まると言っても過言ではないからね。差しから打ちしていこうか。さあ進化圏も使いながら、まあ、音速の突破に関してはまだ使う必要性はないと思うので、まあ、一応ジャスティスタイナーで突進を持たせることはできるんですけど、まあ、焦る必要性はないと。さあゴブリンで破壊していこうか。いやいいね、しっかり上限値を上げながら、しかもパラダイムシフト見てください。全部のコストが4コストになってるんですよ。つまり、このパラダイムシフトが、0コストになると考えて、まあ、3枚分はもう余裕で稼げるし、なおかつ、ここの面で強いのが、それ進化するの？あ、小賢しいことしてくんな。さあシャングリラブレーカーがデッキに戻っていく。で、このシャングリラブレーカーがデッキに戻っていくっていうのが結構重要なよね。まあ、すり切りするの結構強いなって個人的には思うんですけども、1枚のカードをコスト5以上めっちゃ稼げるからね。
小ざいなお前、小ざいことしてくんな、小ざかしいな。まあラスワネクロやから、いや小ざかしいな、銀節をね入れてる可能性は、あとラスワネクロは火力が高いのでそこら辺も結構怖いとこではあるんですけども、さあギガスファクトリーはこのターンには置けないので、まあとりあえずラナミアに関しては1枚切っておこうか。ギガスはまだ置くタイミングではないのでまだ置けないからね。ブースタースターゲート、星の先へしから相打ちしながら、まあパラダイムシフト1枚切っていこうか。まあこれで種類も稼げてるの結構でかいと思うしね。しかパラダイムシフト使って回復のソース見ていきましょうか。いやいいね、これでもう、このねエッジが破壊されるとギガスプラスパラダイムいけるので、それであればまあ、次のターンギガス置くっていうのはワンチャンだよね。小ざかしいなほんまに、いやー小賢しいな。で今期この銀節っていうカードがめちゃくちゃ強いよね。いやこれ結構強いよ、結構めちゃくちゃ強いよね。だがここでギガス生かしてもらいましょうか。さあギガスからの、しかも表現の発見出たのでかいね。まあプレイして、コスト上がって破壊されるから、まあこれで良さそうだよね。さあこれで破壊して、おっとジェネシスいいね。さあこっからパラダイムシフトが0、1コストで召喚できるので、まあ回復のシナジーを当てながら、うまく展開していこうか。もしくは破壊を稼いでってのありかもしれないけどね。これ結構難しいところではあるよね。ただ破壊稼ぐと、ララミアに繋がるからそっちの強さやね。うん、こちら、プリッツにして、でプリッツの方がこれマウント取れてたね。プリッツ相打ちするとパラダイムが0コストになるんよ。でパラダイムが0コストに、あごめん1やから、あ1ないか、ごめんちょプレミしたな。ちょごめんこれプレミしてしまったな。まあ、とりあえずじゃあエッジ行こうか。まあ、とりあえずはドレインさせてもらって、まあでもね、どんだけ相手がね強い目を作ったとしても、まあこのデッキというものは、まあ、無限の回復力、そして無限のコスト5以上のカードを展開できるので、これも絶妙に難しいね。あ銀節もなんかやっぱ強いね。この13の守護っていうのが絶妙なバランスを取ってるよね。ないけど相手の手札が3枚で、でこれダメージを与えても結局はね、回復いっぱいする構築なんで、まあ無駄なあがきになってしまうからね。でも今季やっぱ銀節すごい強いよね。いやーこれシナジー効果強すぎやろ相手。まあギガスファクトリーがあるので、まあ次のターンからジェネシスもまあ起動できるので、まあこの辺を活かしながら耐久操作を見据えそうな感じはするけども。まあ相手の手札3枚やしね。まあしかもこれコスト5以上のカードが毎ターン破壊されているということにまあ一つまあ意味があると思っていて、小ざかしいなほんまに、もう小ざかしい、痛いことしてくんな。さあジャスティスターなど生まれてくるか、いいね。さあまずはコスト5以上のカードが5枚これ達成できたみたいね。じゃあゆっくりと行かしてもらうか。カラミティモードを使いながら、さあジェネシスアーティファクトも展開していく感じにしようか。まあ、ジェネシスもすごい優秀なカードやからね。さあ、ジェネシス展開していこうか。ああ、いいね。さあ、しっかり相打ちして。で、もう、進化させることによってミリアムも生きてくるから、これ進化使っていこうか。音速の突破を使って進化圏を使いながら、クルドライブ使って、消えちまえよ。まあ、結局、まあ、銀節は処理できるので、恐れる必要性はないからね。3-1でしっかりと相打ちしながら、まあジャスティスも展開したいとこであるので、まあこのカードもしっかりね、相打ちしながらジャスティス展開見ていきましょうか。いやーいいね、このジャスティスタイランドめちゃくちゃ強いね。さあしっかり回復のソースを見出しながら、まあミディアムの効果によってコスト5以上のカードをね音速的にまあ回していきましょうか。うん、これでおさそうやね、潰れてしまえ。いやーいいね、本当に強いね。来た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 、いいね。さあこれでコスト5以上のカードもいっぱい稼げたし、まあヘルスが7やしね。しかもまあギガスファクトリーがあるので、まあシャングリラプラスアルファの動きもすることができると、まあどんだけ破壊しても無駄やからね。さあまたコスト5以上のカードが破壊されることによって新たなる生命が誕生していく。そして、ジャスティスタイナントが生まれていくと。いやいいね、さあしっかり破壊していこうか。まあ、どんどん回復していきましょうか。でシャングルベメーカーも一応ね回復のシナジーソースになるんやけども、まあ3面展開の位置やから、1、2から、
二面展開しかできないのか。でもまあどちらにせよシャングリラしかありえない。シャングリラで行こうか。いやシャングリラマジで強いよね。さあ二面展開しながらどんどん回復していこうか。いやいいね。さあラストワードで生まれると、ラストワードで生まれるんやけども、進化剣使うかどうかなんやけども、まあキャモンに関してもな、このターン別にダメージは出ないよね。まあ最後のリーサル手段で当てよくと並べた方が強いか、ここはあんまり使わんでいいと思うので、まあ焦らずに行こうか。うん、焦らず良さそうやね。まあどちらにせよ11点のダメージを与えるっていうのはかなり厳しい世界線だし、やっぱりシャングラベーカーがすごい強いね。だからエイフネメシスの強いところはこの、まあエイフ軸で押していくのプラス、まあシャングラベーカーなど生かす、このまあ構築で、さっきプレミしたんやけども、まあ回復ね、まあ2点できなかったっていうプレミをしたんですけども、回復ができなかったとしてもしっかり耐久ソースが見える。これやっぱ強いね。小賢しいな、お前。隣接、小賢しいな、お前。しかもな、これ、攻撃力1のカードが、守護として生まれるんよ。これがね、なかなか小賢しいよね。しかもこれすらも対応していく。小賢しいことしてくんな。とりあえずシャングラブレーカーを相打ちさせながら、行きたいところであるんですけども、ちょっと小賢しいね。で、ギガファクトリーが、このバトル中に破壊されたアーティファクトの種類が9種類なんで、プラス9プラス9できるんよ。やけど、銀節がある限りはちょっと厳しいな。ちょっと小賢しいとこであるな。これは結構小賢しいとこであるな。まあ、ドローで絡めていいの。いや、これ難しいとこやな。銀節ほんま小賢しいね。守護を無視して攻撃することができるっていうのはかなりやっぱ強いね。まあ、とりあえずでもここはもう、盤面開けたいので開けていきましょうか。うん、盤面ちょっと開けさせてもらって、うん、当てさせてもらって、で、ちょっと処理がね、かなり厳しいとこではあるんですけども、ただ、ララミアを使うことによって処理ができるのか、ララミアで処理ができると、まあでもララミアを置くしかなさそうやね。まあ、とりあえずララミアまでは確定で置くんやけど、どうするかやな。でも回復した方が良さそうか。ね、パラダイムで回復させてもらって、いいね。まあ、回復させてもらって、で、まあ、ララミア置いて、まあ、守護展開するが濃厚そうな感じはするね。これが一番強そうな感じするね。おお、恐ろしすぎるやろ。さあ、まあ、これで7いけるかどうかなんですけど、ただ、銀節2枚見えてるんよね。で、そんな少ないハンデで銀節3枚目くるっていうのは、まあ、今の現状では考えづらいんよ。となると、まあ、影号ももう、一投持ってないわけやし、まあ、リーサル手段を決めるのはできない。やっぱ、このカラオケの構築の強さっていうのは、この無限の回復力。プレミオしたとしても回復力で勝っていくと。勝ちました。さあ、マッチングしました。さあ、ドラゴンに遭遇していく。まあ、ドラゴンもね、今結構、自然軸の構築が、流行っていると言われてるんですけど、さあ、なんだこの三種の神器みたいな、ジネシスアーティファクトに囲まれたカラミティモードってなんか、神聖な儀式みたいな感じするけども、で、まあ今回やっぱりエフネミシスの今一番強いということで、まあ世界ランカー1位の方もね、現在使っている、まあ構築になるんですけども、さあ、自然軸の構築やね、まあ自然で PP を上げるというのが、まあ今の環境の、まあ定石みたいな感じはするんですけども、さあミリアムいいね。で、まずは、このパラダイムシフトっていうカードをうまく手札に加えて、小賢しいな。先行作戦はチートやろ。お、いいな。アームメカニックいいね。まずはまあゆっくりとね、行きましょうか。まあ結構この構築はコントロール構築というか長く戦っていく構築なんで、まあ体力の上限値も無限に増幅できるからね。さあ、ローフェン召喚していく。そこのローエンはどうなんだって感じやけども、相手は自傷1点ダメージを食らわなければいけないと。まあローエンもね、やっぱ黒竜の呪いを先に持っておきたいっていう意思のもとで、まあ結構最速で出してくる人はいるんですけども、さあまずはジェネシスアーティファクトプラスゴブリンの奇襲、この辺のカードで、お前小賢しいな。でも火力の操作が生まれてくるのは怖いな。まあ序盤のダメージをしっかりと4点ダメージ食らっておく。大丈夫かお前、それ逆に心配になっちゃうけど大丈夫？強気なジェネシスアーティファクト行かしてもらおうか。大丈夫かそれほんまに。次のターンに覚醒状態になる布石があるんやろうね。
でもこれ逆に考えれば、このターン覚醒状態持ってこれたら合計4点ダメージ、あ、6点か、6点ダメージをまあ盤面および顔面に与えることができるということで、まあ PP ブーストのカードがあれば怖いけど、 PP ブーストのカードなければお前やられちゃうぞって感じやけどね。まあしかもネメシスの構築というのは非常にこう火力の高い構築なので、まあ序盤からそのリスクを負ったというのはかなりの相当なハイリスクハイリターンというか FX のリスクを超えてる感じはするけどね。まあしかもジェネシスはやっぱりこのスタッツが高いのでなかなか処理がねしづらいっていうのもあるからね。まあやっぱりジェネシスは4コストの性能じゃないからね、4コストで、まあおっとそれはPP ブーストできないね相手。それはまあそうなるよね。おおだこいつ小賢しいな。まあそういうやつにも俺は手加減しないんやけどさ、だったら見せてあげるよ。カラミティモード打ちながらジェネシスアーティファクトのこの無限の神器見ろ。なんか最初カラミティモードでなんか三種の神器って言ったけど、いやジェネシスをこうしろっていう神からのお告げやったんかな。なんだこれ、地獄だろこれこれは地獄やな正直。しかも破壊いけない、とことん運が悪い人間 VS とことん運がいい人間みたいな、これはさすがにもう無理だろ相手。まあ覚醒状態になったとはいえジェネシスアーティファクト本体のね47っていうこのスタッツ残しはもう取れないからな。しかも私の盤面には破壊されないフォロワーが2体、能力で、ね、ダメージを受けないフォロワーが2体ということで、明らかに処理するのがほとんど不可能な状況やからね。でここでも諦めないその闘志は、まあ、認めてあげよう。だから次のターンにスピネを展開してコスト5以上のカードを稼ぎながら、まあ、どんどんねこのカラミティモードのジャスティスタイラーの動きつなげていきたいね。しかもドラゴンのその、まあ、ローエンのね黒竜の呪いの効果によって、受けるやつもランダムやから盤面のその能力によるダメージゼロに2回当たるとかになったらガチで運悪いね、運悪いみたいになるけどね。お前小賢しいことしてくんな。おおやるね。いやそうでなくっちゃ面白くない。ああおーなかなかやるやんけ。序盤のなんかね痛手のダメージをしっかり回収することができたらなかなかやるやんけ。だからここでスピネを展開することによって一気にね私はコスト5以上の枚数を稼ぐことができるので、まあスピネを展開させてもらおうか。まあ回復のソースを見たいとこではあるので、まあ、回復のソース見ながらでいこうか。別に守護張る必要性はなさそうやね。で今回このゴブリンの奇襲っていうカードがあるので、まあ、それもうまく活かしていきながら行きたいところであるね。とりあえずここを当てながら、うん、ここを当てながら、で、スピネを進化させることによって、上から面を取りながら顔面狙っていこうか。まあ、相手も自利品やからね、これ狙ってきたらね。で、一応ね、これでアーティファクトインパルスが一応6になるんよ。なので残り9点まで詰めてこれで7点なんで、まあインパルスの効果プラスもしくはララミアがな進化圏、突破とかこれはかなりでかいよね。もう9点まで追い詰めてるってことは相手はもう守りに徹するしかないと思うよね。ここでまあ、相手がやることっていうのは守りに徹するしかないと。こっ小賢しいことしてくんなお前、小賢しいことしてくんな。いやーヒルレインか、ヒルレインは結構流行ってるんよね。これ結構強いよね。次のターンを開始に相手にすべてのコストをプラス1する。まあ相手の動きを封じることができるからね。まあ特にこういうまあアーティファクト系の構築っていうのはまあ小さいコストのカードをまあ多展開して戦っている構築なんで、まあ一枚一枚のコストが上がっていくっていうのはかなりやっぱ強い動きにはなってくるよね。だからララミアがこの時点で全体4ダメージなんよ。なのでいやーこの何気に小賢しいなこいつさっきから。まあとりあえずはララミアで処理ができるので、まあララミア処理っていこうか。アーティファクトインパルスで地味にリーサルは届かないもんね。ミリアムを展開しても共鳴状態じゃないので意味がないし、まあここはララミアを行くしかない感じはするよね。いやーここでリーサル取れないのがちょっと小賢しいとこであるな。コイルデバイサーも弱いもんね。アームメカニコいけないもんね。いやーまあララミアしかなさそうやね。ブースターズゲート星の先へ。
ララミアがね、進化圏持ってればね、疾走でいけるんですけど、インパルスをここで打つかどうかやね。だから、黒竜の呪いでまあ4入って怖いけど、ガンダゴーザのリーサルを遠ざけたいになれば、インパルス打ちながらミリアムを打つのが一番まあ丸そうな感じはするよね。それでいこうか。一応ミリアムのこの、パラダイムシフトさえ持ってればリーサル取れる可能性あるし、これ良さそうやね。わざと盤面開けることによってガンダゴーザリーサルケアしていこうか。ガンダで負けてしまうのが一番もったいないので、まあ4点は入るんやけど、進化なしで9入れるのはかなり厳しいでしょう。うん、まあ、漏洩だけでは厳しいから。で、9点は、失踪9はガンダしかないので、まあ、相手のリーサル手段をしっかり分かっているので、まあ、絶対的なリーサルがないと分かってるからね。で、パラダイムシフトのこの2点ダメージで相手は負けてしまうので、小賢しいね。小賢しいけども足りないよね。うん、足りないよね。1点足りないよね。うん。危ない。危ねえな。お互い1。なんだこの展開っていうか、この戦いは。小賢しかったね。パラダイムシフトで勝ちやね。まあ、さっき、スピネを展開の時にこの失踪カードを展開したのがでかかったね。勝ちました。さあ、マッチングしました。さあ、ウィッチに遭遇していく。勝ちました。とりあえずコイルデバイサーだけ残していこうか。勝ちました。さあ、なんかさっきの試合もそうやったけど、なんだこの、毎回挟まれる感じは小賢しいな。さっきもなんかね、ジェネシスアーティファクトと、カラミティモード、なんか挟まれたのあったよね。さあ、まずはこのカラミティモード1ターン目で打てたらかなりでかいね。そしてコイルデバイスさんも2ターン目で打てたらかなりでかい。そして3ターン目のアーティファクトシープ。これ先行最強ムーブやな。パラダムシフトをしっかり2枚回収しつつ、まあ、アーティファクトカードをしっかり展開できてるっていう。まあ、これマジックミサイルってことは、混沌ではなく、まあ、クオンウィッチなんかな。さあ、アーティファクトシップいこうか。まあ、これ幸先かなりいいね。まあ、しっかりと、まあ、アーティファクトのカードで2345守りつつ、まあ、重要なね、今回ね、重要なこのパラダムシフト。まあ、これをゼロコストにすることによって、カラミティモードのね、ジャスティスタイナントをね、呼び出すっていうのを、まあ、容易にすることができると。まあ、かなり熱いムーブやね。さあ、まずは、まあ、これもミリアム使っちゃって問題ないので、ミリアムも使ってしまおうか。そして、まあ、トレーサーアーティファクトを展開しながら、さらにアーティファクトを回していこうか。いやー、これ結構強いね。4ターン目までに、パラダムシフト3枚も加えてるっていうのは、かなり熱い展開ね。で、コントン打たれても、コントンじゃないか。イザベルの構築はコントンはないか。まあ、クオンの構築もな、やっぱりその5ターン目にクオンのスペルブースト10回っていうのがかなり難しくて、基本的にはまだその5回以上しかならないよね。なので、まあ、5ターン目にクオンが出ることに対して恐れる必要を迫ないと。しかもこっちとしては、ジャスティスタイナとしっかりできる。おっと、ここでアームメカニックはでかいね。だからハンドが溢れてしまうので、まあ、ジェネシスの方が強いかな。で、ここ結構ポイントなんですけども、まあ、ジェネシスプラスこのミリアムを展開することによって、ジェネシスのその破壊されないっていう能力をしっかりと恩恵受けさせていくっていうのが、まあ、やっぱり強いよね。サメントしていこうか。いやー、ネメシスほんと強いね。なんか安定感があるしね。本当にこのパラダイムシフトをうまく活かしながら、ジャスティスタイラントまで繋げることができるっていうのは本当に強いよね。まあ、しかもアームメカニックなどを追加してることによって、まあ、ドロソに関してもね、しっかり回収できるしね。まあ、アームメカニックはこのコスト5以上のカードっていうのも結構でかいと思ってて、しかもアーティファクトのコストね、2コスト下げれるからな。あなたの術、すでに見えた。これ多分、ユニオンマジックは打ちそうやね。ユニオンマジック打つしかなさそうやね、相手。まあ、アイスストーム。小賢しいな。お祭りみたいになってたけど大丈夫か。スピネか。いいね。スピネ超優秀なカードやね。さあ、ここは、回復のソースプラス、守護でも展開しておきましょうか。いやー、スピネもな、めちゃくちゃ強いからね、本当に。さあ、回復しながら、さあ、パラダイムシフトで失踪札を1枚展開。そして、パラダイムシフトで、まあ、守護フォロワーを展開していこうか。さあ、これでコスト5以上のカードが4枚稼げてることになるので、これもかなり、強い面を取ってるよね。今のウィッチね、この4、6、2枚を処理する力があるのか、もう盤面だけでかなり強いよね。まあ、ゼロコストで4、6出てるっていうのが、まあ、ポイントやね。じゃあ、ゼロコストでこのパラダムシフト出てるっていうのがポイントなんよ。さあ、屈折、小賢しいな。
でもそんな弱いカードを打ってもこの盤面を覆すことはできない。で相手は多分クオンを貯めていくっていうことに多分ね、焦点を当てていると思うんですけど、ただたったニコスでこの盤面を処理することはできないからね。さあユニオンマジックでなんとか処理をしていくけども、41と44が残っていく。そして破壊された枚数が6枚になったんで、ララミアの効果によって疾走コンボプラスアーティファクトインパルスで疾走進化。マジで強いなこれ。いやマジでえぐないこれ。いやマジでえぐい。今期のネメシスは本当にね、めちゃくちゃ強いです。